最初のモデルポケットコダック。ポケットコダックは、コダックが製造販売した写真機のシリーズである。1896年に発売された最初のモデルポケットコダックは、日中装填可能なフィルムを使用した最初の写真機であった。ポケットにも入ってしまうカメラを標榜し、1912年にはさらに小さいベストポケットコダックに発展した。105フィルム。 116フィルム、118フィルム、122フィルム、123フィルムは、いずれも、ポケットコダックシリーズの新製品のために、コダックが導入したフィルム企画であり、ロールフィルム番号であった。105フィルムと123フィルムは1949年3月に、生産終了したが、118フィルムは1961年8月まで、 122フィルムは1971年4月まで11、116フィルムは1984年4月まで、それぞれ生産を継続した。発売年に限らず、コダック式ロールフィルム番号順に記述する。ナンバー 3A ホールリングポケットコダック。ありがとうございます。